大変長らくお待たせいたしました。本日もファイプロ実況の時間がやってまいりました。さて、本日は初代キングオブマスク決定トーナメント2回戦の、これが最後の試合ですね。第4試合になります。カードの方は超伝戦士バトレンジャーとビッグバンベイダー、今回16名のマスクマンが、全て出場してますので、これがちょっと注目のカードですね。体の大きなビッグバンベイダーと、まあ、ジュニアで活躍したバトレンジャーとの対戦では、試合開始です。でね、これ昨日ですね、さっきもちょっと別の動画でも話したんですが、バトレンジャーっていう、今黄色と赤の、コスチュームですね、カウント、はい、あ、ツワンですね。バトレンジャーは、初期ですね、一番最初の FMW に、いたというかで活躍したレスラーですね。怪奇派レスラーとか、こう何ていうんですかね、いろんなレスラーがいる中で、マスクマンで何ていうんですかね、こう初めてアイドルっぽいレスラー、ヒーロー的な存在ですよね、として出たのが、バトレンジャーですね。で、昨日その FMW で活躍した大仁田敦が、引退試合を行って10月31日ですね。でそれを、家で、ケーブルテレビサムライ TV で見たんですけども、ね、生中継で。で、25人参加、賞金100万円争奪バトルロイヤルっていうのがあったんですけど、そこにバトレンジャーさん出てたんですね。さん付けは変ですけど、そこだけバトレンジャー出てたんですよ。でね、もうあれから何年経ってるんでしょう、20年近く経ってるのかな。もうかなりお太りになられてて、よくそのコスチューム入ったなと思いながら、でも現役だからかなと思いながら、で、まあ、まあ結局バトレンジャーさん、バトレンジャーが優勝して、賞金100万円を手にしてね、最後マイクで、あの大仁田さんに、が好きで集った僕たちですから、あと大仁田さんが引退しても応援をお願いしますっていうようなことを言っておられましたね。まあやっぱりみんなさん、こうなんていうんですかね、大仁田さんに対して恩義というか、やっぱりすごい感じておられるんでしょうね。さあ、そんなバトレンジャーと、対戦しているのは、ビッグバンベイダーですね。黒と赤の体の大きいレスラーですね。さあ、体格差は完全にありますが、いやいいですね。飛びつきの駆け上がり式のドロップキックですね。三角ドロップキックと言いますかね。さあ、意外とバトレンジャー頑張ってますね。なんかこう昨日テレビに久しぶりに出たことが、なってしまう発奮材料になってるんでしょうかね。先ほどの、剣道家臣が出た、動画でも言いましたけどね、やっぱりすごい熱狂的な、ファンが集まって、やっぱりおじさんとか多いんですよね。すごい熱狂的な、ファンに囲まれて、大仁田さんも最後は幸せだったんだろうなと思います。まあ、よくこう7度目の、引退ですから、また復帰するんじゃないかっていう声もありますけどね。まあ多分結局2、3ヶ月体がメンテナンスされたら、体を動くようになるんでしょうからね。ただまあ大仁田敦っていう存在がいなくなって困るレスラーって多分いると思うんですよね。保坂とか、そうですよね。あともう一人名前がちょっと、矢口さんとかね、矢口さんつけたとかしてね、あの辺の方は多分大仁田さんの人気でこうなんとか生きてきたじゃないけど、あーっとバトレンジャー言ってたの負けちゃいましたね。やっぱりちょっとパワー差があったんでしょうか。こういう余談ばっかりで終わってしまいましたが、なんかその辺が大仁田さん抜けて、もしその人たちが困ってたら白旗あげたら、また大仁田さん復帰するんじゃないかなと思うのがですよね。大仁田敦を復帰させないっていうことの方が、なんか人間というか大人としてはいいような気もするんですが、全く余談で、申し訳ございませんでした。試合の方に集中しましょう。試合時間6分55秒、無双、これはあれですね、勝手にこちらとしてはビッグバンベイダーの担ぎ型の、なんですかね、アームブリカじゃないですね、
のど輪落としとかその辺の技と思ってます。でそこからのフォールですね、ビッグバンベイダーがバトレンジャーを下した試合でした。バトレンジャーでも最初ちょっと頑張ってたんですけどね、いやビッグバンベイダーの方がやっぱり強かったのでしょう。ということでこれで2回戦の結果すべてが出ました。もう一回ちょっとおさらいしておきましょう。スペルアストロが負けました。マスクの西岡対覆面太郎の、戦いですね。これがね、覆面太郎もな強いからな、マスクの西岡ちょっとまあもうここまで来たらちょっと勝ってほしいですよね。自分で言うのもなんですけども、もうオーナーが優勝してどちらけのトーナメントで終わるという展開に持っていきたいですね。で、これは実力者ですね。忍び、前チャンピオンですからね、シングルのね、今現在のチャンピオンは、鈴木秀樹ですが、忍びが勝ち上がりました。でその対戦相手が今戦った、ビッグバンベイターですね。これでベスト4が揃いました。さあ皆さんの予想はどうでしょうね。またよかったらコメントなんかもいただきたいと思います。でこれで今日4試合やりましたので終わりにして、あと残り 1,2,3 試合ですね。3試合を、明日何も特別何もなければお届けしたいと思います。というわけで、キングオブとマスクトーナメント2回戦の模様でした。またよかったらチャンネル登録なんかもしてください。ではまた。